そしたら一応このままお預かりさせてもらって、で1時ぐらいお迎えにしましょうか、はい、うん、で一応ご飯前の採血した血液と、はいはいはい、あとはご飯食べてから2時間後の採血した血液をね、はいはい、見るという形で、あとまあ病院でできる普通の検査と、はい、あとフィラリアの検査をね、はい、ついでにやっときますので、はい、で狂犬病の注射も打って大丈夫ですよね、はい、うん、分かりました。じゃあそちらの方もやっときますんで、ね、ご飯あげるからね、ご飯だってよかったね、レジャーご飯はい、じゃあ一応